はいあと、このスライドは、うん、ツイッターで、あの私、この前あの、あれなんです、うんあの、リュウグについてわからなくて、知らなくて、はい、めっちゃ調べようとしてて、うん、それをあの渡辺義弘先生の「三国志事件」の作品からちょっと、はい。 学ぼうと思ってまあ手持ちがその三国志時点だったんですけれども、うん、で、あのこんだけのしか載ってなかったっていう話をツイッターにしたんですね、リュグっていう人の名前でこうさ検索できるわけじゃなくて、かか関連する人の本なんて言ったらいいんだろう。わ、うん、かります、わかります、あの項目が立ってるわけじゃなくて、はい、あの人の記述の中にちらっと出てくるだけってことですよね。はい それを。竜具はね、三国志の人じゃないからの載ってないっていう。はい、で、えっと、分かんないで、こんだけでしたっていうことをあのツイートしたら、えっと、ゴアさんがこの2冊の本について、うん、紹介してくださったっていうところなんですけども、はい、えっとですね、上側の坂口先生の「聖子三国志 ゆうめめ,めはく違うな有名名電です。群有名名電。電はこれあの、なんていうか、伝票の伝の,あの、はい、古い字というか正式な字ですね。知りませんでした <laughs> <laughs> あの。列伝の伝です、これ。ああ、わかりました。うん、で、えーと、これはの、えー、ご紹介していただいたときの,あのごあさんの言葉が、まあ、長すぎず、はい 短すぎずであの、概略が知ることができるよっていうことが書いてあって、うんうん、で下の方は、えっ、ー、と、うん、三国志全人名辞典ということで、えー、こちらはなんか、もうマイナーな人物っていうふうに、ごはさん書いてあったんですけども、もうすごい、とにかく人物量がすごいみたいで、ではいまあ、手広くひら調べたいときにお使いくださいっていうことで。 ゴアさんのおすすめは「上側」がおすすめですよっていうふうに書いてあったんで上をポチッとしましまたでこの本僕も結構好きで,、はいうん、でこの坂口先生っていう人があの彼のスローガンっていうか目標はですねあの「生死三国志って書いてあるようにまた紛らわしい書き方されてますけど、はい、あの自分なりにですねあの 陳寿が書いた「三国志」を自分で再編成して書き直してやろうという、はい、なんか野心にあふれてる本なんですよそれすごいですね。<laughs> そそれで自分なりに書き直すすすんででよねそうです、まあ、といってもあの精神に、えー、基本的には乗っ取って書くしかないからあの、はいね、どの人物を大きく取り上げるかとかどの人物をけなすか褒めるかっていう価値基準をこの坂口先生の好みに沿ってやろうっていう本なんですよね。はい 好み <laughs> そ,うそうです。まあ、あの、坂口先生自身が、あの、ちょっと言葉を忘れましたけど、そういうふうに個人的な見解もどんどん反映していくんだっていうふうに言っていて、まあ、その、うん、歴史上の人物や出来事を自分の考えを反映して描くっていうのは、まあ、昔の中国の歴史家を真似ているっていう姿勢ではありますよね。まあ、どこまでその、 ね、ちゃんと勉強して深めるのかどこまで印象であの操作するのかっていうのは別ですけど、はい、この本ものすごくでかいんですよあ大きいんですか800ページないかなそんなに5600ページあるもっとあるかなそうでも<っ>ゴアさん長すぎず短すぎずって言ってたやん831ページで今画面に出てますもんねやっぱそんくらいありますよね831ってやばくないですかやばいい電話帳みたいな <laughs> うん、なので、まあ、ただね、あの、この坂口先生が興味を持った人物は詳しくエピソードを引いていたりしますから。はい、うんで。その辺で行くと、その、坂口先生は、その、三国史っていうと、陳述を書いたものが基準になってくるんですけど、はい、まあ、三国時代を興味を持って知るためには、はい、前の五感の時代の龍具とかも知っておきたいよね、とか、っていう、うんうん、まあ、言ってみれば、ある見方をすれば、 ちゃんとした歴史に対する見方がない状態で、自分なりに書き上げてやろうっていう、うん、まあ、同人誌って言ったら怒られますけど、姿勢はそれに近い。うん、で、渡辺先生の、えっと、ピンク色の三国志辞典は、三国志って言っても、えー、俺の好きなというよりは、陳珠の三国志をとても意識してるんですよ。うん、だから陳珠が、えっと、竜具のために列伝を立ててないので、そこの扱いは、<あ>えー、おのずと軽くなるあ。あ、そういうことか。 うん、だから、好みの問題だし、その編集方針の違いですよね。ああ、わかりました。うん。だから、まあ、800ページもね、費やせば、あの、<laughs> ね、もっと、リュウグとかも入れられたかもしれないですけど、そこはコンパクトさが目指されているっていう違いがあるんですけど、ただ、まあ、生死、ねうん、の面白いエピソードを、坂口先生が面白いと思ったエピソードを抜き書きしてあるので、読み物としては面白いです。 今、まあ、ページ数比べてみたら確かにあのおっしゃる通り渡辺先生の「三国志」時点って、ねうん、この800ページの半分ぐらいで収まっ,ってるししかも人物時典の部分っておそらくその半分ぐらいしかないんですよ。あとはその解説とか、ね、歴史のものの見方とかが書いてあって。うんで もともと精子って、まあ、本義と列然っていうふうに捉えてますけど、それ以外にも、その、感情とかって特に顕著なんですけど、資金、はい、も一緒なんですけど、うん、その、偏者が研究した、その、過去の歴史を、えー、例えば、制度とか、例えば、天体の動きとか、天文とかをテーマに絞って、えー、っと、書くっていう部分も実はあったりとかして、うん、で、それと、うん なんかね、同じものを意識しているのが渡辺先生の本なのかなと。うん、だから本義と列伝だけじゃないよっていう、そのより、なんていうか、ね、昔の歴史家に近いことを現代版で目指しているのが渡辺先生の本で、はい、で本義と列伝っていうのをもう歴史を表現する何かの手段ではなくて、もう物語のように楽しむっていうエピソード集としてピックアップしているのがこの坂口先生です。はい、お願いします。 こちらもあのツイッターで、うん、あのぼやいてましてそれを、えー、と教えてくださった、はい、こんな本ないかなっていうのをぼやいてたんですけども、うん、ちょっとそれは、えー、とどうもうことを知らなかったんで何、まあ、か読みやすい本ないかなっていう話をしてて。 一番初めに、おわさんが紹介してくださったのが、この上側の互換生理制度の研究っていう本なんですけども、はいえー、もう注意書きがありまして、うんえー、かなり高度な読み技がいるみたいで、ね、<laughs> 小学生の人には、まあ、難しいかもしれないって書いてあったんですけど、多分あのツイッターの言い回したと、小学生の方にはあほぼ無理っていうような、多分 専門的なこととがすごく書かれていいるんだと思いました、はい、その後に、まあ、紹介してくださったのが下側の山川出版社のこの「世界歴史大気の中国史1」っていうので,、うん、でこちらが、えー、と選手から五巻までのほぼあの約2000年ぐらいの、まあ、歴史が書いてあるっていうことで、まあ、お買い得ですよっていう <laughs> 読みやすすっていうことで。<laughs> 紹介ししててもらいまして、はい、で私は江戸下側の山川出版社さんの方を購入しました。うんうんうん、でありがとうございます。で上はですね、うん、あのまだ読まなくてもいいかなと思ってます。あの、うんうん、というのもえ、その理由としてはこれえっと著者の方のご論文を集めたものなんですよ。ああ なので、えっと、論文の読み方を学んでいないのに読むとですね、まあ、日本語の意味は分かるように書いてあるから、はい、一見理解できるかに思われながらも、やっぱり論文の書き方のルールを分かってないと、使いこなせないと思います。はい。うん。ということなので、えー、これはまだいいかなっていうのも。はい。だから、もしこれを読むとするなら、その前段階として、その論文の読み方みたいなものを私が教えないと、うん、はい。 きついかなって思ってて思ますまいつになりますかねって話ですけど論文って論文を書きたい人が読むべきものなんですよね。<laughs> はい、だから例えばおい、ね、しいものを食べたいとか家庭料理を楽しみたいっていう人はそれで一つ完結した世界があるじゃないですか。で、はい、シェフの修行がしたいっていう人はまたそれで一つの世界があるわけじゃないですか。 はい、なった時にこれはそのシェフになりたい人が勉強すべきものなので、はいうん、そこまで例えばシェフにならないと、えー、食べ物を食べるとか物を作る作料理を作るって楽しめないかっていうとそんなことないんですよね。はいと思いますね。で下のあの中国史はその山川から出てるので山川って世界史の教科書の老舗ですから、まあ、当然あのいい本には違いないです。はい ただまあ、大網だけ絞って、えっと、はい、読みたいなっていうんだったらですね、まあ、はい、別の本がありまして、はい。で、えー、っと、東真嗣先生っていう先生が書いている大網っていう本があるんですよ。で、その東先生がなんと、4日ぐらい前にお亡くなりになられたらしいんですよね。はい。あの、ツイッターで見ました。大網、うん、儒家の,の理想に疲れた男っていう本がありまして、で、うん、この本、僕、あの、 オウモーを初めて本格的に触れたのはこの本でしたねはいでだからオウモーだけその彼がどんな人生を歩んだかっていうことをあのなんていうか電気的に知りたいのであればこの東先生の本がおすすめです僕はあかりましたこれは本当に2000円ぐらいあの新品だったら2000円ぐらいの本でコンパクトな本なのではい、うん、じゃあこのスライドは終わりです <laughs>、はい